皆さんこんにちは、エルザです。クラフトピアシームレス版をやっていきたいと思います。さて、今回の目標はこちらですね。時代進化素材を集めるということで、前回引き続きこちらブリガン大渓谷かな、やっていきたいなと思います。ちょっと雨でに暗いんですけどね。渓谷っていうぐらいだから起伏激しいんだろうな。てかすでにちょっとやばそう。ソウルオーブンあった、近くあるの、早いね。あったあった、違う、それはロードが遅いだけだ。まあ、適度にね見つけながらね。ただなんかお城っぽいから騎士系の敵とか出てくるのかもしれないね、もしかしたら。出てくんのかな。お、ワープ解放。あれ、お宝あるらしいよ、上かな。あ、そんなことなかった、こっちっぽいね。あった、普通にあった。あ、やった、ハーブゲット、これは助かる。あー、で早速ゴブリンか。ね、曲がね全然違うんだよね。あ、すごい、赤ぐらい金貨落としてくれるんだ。だいぶお金をくれそうな雰囲気になったね。あ、お墓。壊せるんだ、エレメンタルダスターって。ああ、骸骨がくれるからってことか。エレメンタルダストを集めるとき、じゃあこれで集めれるじゃん。すごい物騒なことしてるのは分かってるけど、しかも1回で7個もらえるんだ、すごっ。もうただの墓嵐だよね。マジで墓嵐になってるな。お、あれ、エミューじゃない。ケアブル、ケアブルだって。全然当たんないね。おお、めっちゃボール跳ねてんな。え、あ、出たー、火の革新用のアイテム出たね。いいねー。あー、全然数足りそうだね。よし、寝よう。なんか外でベッドで寝るっていうのが定番になったね。ほんと夜よ、夜の探索がもうちょっとこう快適になれば。全然夜探索したいんだけどね。夜もさ、夜限定の敵みたいなのがいるからさ、スケルトンみたいな、スケルトンの武器とか手に入んのかなとか、違う興味もあるからね。めっちゃ攻めてくるな、あいつ。おお。結構、あれ、なんかレアな敵なのかな。いや、でも大量に出てるしね。まあ、まず石ゲット。あ、赤牛、赤毛のホルスタイン。へえ、あー、ある程度こうマップに湧くの決まってきてるんだろうな、赤毛だって。
ソウルオーブが大事なのは分かったけど、お、琥珀、これなんだ。あ、プラチナか。あれだね、壁とかの色で緑色になってたからっていうだけか。結構色の変化起きるからね。あとは特殊な木材とかもあるんじゃないかなと思ってるんだけど、わあ、そこなんかいるね。いや、採掘現場だ。マジか。え、でも全部石っぽいな。うん、石だね。あ、ついでに。あれはない。あ、2個。やっぱ少ないんだな、出る率で言うと。なるほど、なるほど。クリスタルをまた集める系か。なるほど。叩いて出てこなければ、あ、出てきた。よし、クリア。ジャンピングは良かったね。あー、ここあれか、昔やった探索系の城か。そんな感じだね。うわー、殺戮だって。何がすごい。リザードエクスキューショナーと580片手剣。へえ、すごいね。薬品加工がなされていると。移りクリティカル倍率は下がる。倍率下がるんだ。へえ。まあ、鱗とかで装備は作れるからね。ただ攻撃力はプラス45とかされるんだね。これ出すまでが大変だからな。レベル10狩りをしたが早い。一人でするだね。レベル10狩りがほんと楽だったな。結構ね、あの戦闘がね、連打ゲーに近いから、ボタン押しまくればみたいなのはある。まあ、ここダンジョンありましたよーだね。でも警告の素材系は全く出てこないね。
このゴブリンのね、武器出ないかな、ゴブリンソードの。いいよねー。いや、でも多分、エンチャントしたらもっと火力出るんだろうなぁ。正直さ、エンチャントするほどの素材ないんだよねー。うわ、なんかすげえ守ってる感。あー。ちょっと待ってね。スキルを、とりあえず、通販デッドゲットしといて。弓の威力上げて、よし、オッケー。弓最高。あ、アイテムいっぱい行こう。さっきのあれか。ボロ布と藁はいらない。ゲットできそうなやつはね、何も別に。異様も今いらないんだよな。多分ね、これね、金鉱石。だいぶピコンピコンいってるね。ここら辺は取らなくて良さそう。おいとー、周辺宝箱だって。宝箱欲しいよね。うい、どこだろうね、お宝。おお、魔法だ。そっか、魔法だったらあんな感じで複数攻撃できるのか。おおおお、まず君、1、2、3、ドン。よし、どこある、お宝。もうお宝しか見てないからね。ないね、上だ。暗くなってきたね。ちょうど再起があるってことは、なんかあるんだろうな、この先。え、素材、やばくね？全然、見つからないね。あ、てか俺、時代進化、あれ、塔行くの忘れてたね。グリフォン、うわ、55だって。55は無理だな。大砲はね、音はわかるよ。大砲は欲しいけど、問題はさ、これさ、遠くから攻撃してどれくらいで回復するかとかの問題なんだよな。やってみるか。ほら、自然回復した。やっぱそうだよね。
ちなみに、おお、よぼ、あ、これはあれだ、戦ったらいかんやつや。まだまだ全然全然戦えるレベルじゃない。ツー、はあ、ちょ、そういうボス的なのがいるんだね。お、やった、人形、巨大人形発見。あー、いいね、いいね、いいね。また。なんか色が違う。あの狼、なんか色違かったよね。なんだろうね、普通のとは違うだけか。まあ、とりあえず人形の破片が揃ったね。よし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 、本当に人形だもんね。なんかちょっとずつ文明が発展していってる感じだよね、取るアイテムもね。あ、なんか久しぶりにこの音聞いた気がする。え？不思議な力に拒まれてこの先進めない？あ、いや、でも普通に警告だね。何なんだろうね。あ、あった、なんか変な木あった。じゃあここか。この周辺に宝はあるらしいね。まずちょっと邪魔な君から。よし、オッケー。キノコの生えた木20個いるらしい。いや、本当は旧ワールドの時と集めるもの違うからね。作ったりがメインだったからね、前回は。考えると本当違うね。スキルはない、ミッション、あったあった、火の革新。あー、かぼちゃか。かぼちゃが特殊素材なんだ。ってことは普通になってるってこと？よう分からんけどすげえな。よう分からんけど。あ、でもこっちもワープできるか、そういうことか。なんか意味深な感じやけど、何も変わったものはないと。そこあるでしょ、上。あったね。よし。通れないんかい。見せかけだけだった。これ、こ、あ、いけた、いけた、いけた。さあ、何が出るかな。
お金だ。お金はありがたい。ね、いろいろあるな。お金がね、結局足りないと時代進化できないんでね。おいよ、ゲイ。いた、いたんかい。あと雷系か。せーのー、ほい。よし。顎に刺さった。顎は痛そうやな。あ、そうだ。レベル3の弓。今だってこれ3だよね。400。もう一緒だもんね。そうなんだよ。一緒だったな。なんか、納品系だったらいいけどね。あ、低い鳥。捕まえたままだったね。これね、あいつな。でも、やっぱ弓は落としてくれるから、あの武器がないっていうだけか。そういうことだろうな。なんか捨てがたいものが多いね。でもかぼちゃは見つかんないね。かぼちゃをめっちゃ追っかけてくる。このお宝いいね。まあ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 落ち着いて。小野さんだ。小野さんは結構強いんじゃない？あ、なんか出た。青龍幽月刀。合ってるかな？あの読みは。まずまずまず。まずこっち。570だって。で、やりかやりはね、モーションが悪いんだよな。武器かっこいいのいいんだけどね。体型もね、下からこうすくい上げがね、結構辛い。文句しかねかったな、今。どこどこどこで今発見した？あったあった。見えてないから発見じゃないんだよな。あ、何がいるんでしょうか。うわぁ。ユレンハーブだって。でももうかぼちゃだけだからな。はい、建築。ただ、次の素材だよな。うーわ。はい、戻ってきました。一応ね、買ってきた。まあ、持ってるものも持ってきたりはしたけど、やっぱね、ちょっと探索で探せないからね。お、次。あ、なにこれ。鉄柱の柱？バイオプラスチックはゼロでいいらしい。多分これ今だないんだろうね。うわー、すげえな。めちゃくちゃやな。ちょっと待ってね。
鉄柱柱は普通に家具作業台から作る。よし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 、これはちょっとなんか希望見えてきた気がする。あった。10個作るのに100個か。おっきい。あったあった。まとめて作りたいから。いいづらめちゃくちゃ見づらかった。よーし、納品するぞ。ほい。おー、あれだね、柱解放するとなんか鍵ゲットするね、さっきからね。ほら、開発中だ。これなんか使うんだろうな、本来はね。で、マップに表示されると、トパーズ。かぼちゃ、ここ、あった。かぼちゃ、ここ。俺の記憶ではないんやけど、飛んでたからか。いや、まさかね、あんだけある中から2個見つけるようになると思わんかったな。あ、あった。あー、じゃあたまたま、あれか。テクスチャが出てなかっただけか。めっちゃ出るもん。なかったよね。え？安らぎを得たジャッコアランタン。かぼちゃくずめっちゃ出るな。かぼちゃくずこれ普通に料理として使えんじゃね、もしかして。はい、塔の方に戻ってきました。いやー、ちょっとね、予定外のこと起きて素材集まったんだけどさ、あのお金がね所持金倍ぐらい増やさないといけなかったんで、いろいろとしてきました。でこれをすることによってプラチナ系の素材が作れるという感じなんでね。ではやっていきますか。あ、時代進化。久しぶり。で、まあこれで作れるものが増えましたよと。で、次が、神々の研究らしい。あ、アダマンタイトとかここら辺でやっと出てくるんだね。はいはい。で、スノーミント。うわ、もう全部雪だね。アクアマリン。凍りついた木。はいはい。あー、じゃあここまですれば、っていう感じか。あ、やっぱこれ、あれだったね。時代先に行かないと作れないやつだったね。いや、熟練機械工場とかまだだよ。次の時代に行かないと作れないんだよ。ちょっと何が作れるかだけ確認してみよっか。次はもうこの雪原だからね。ここを行かないといけないね。いやー、今回の時代進化だいぶ痺れたな。やっぱ、合計8つっていうのが、ね、マップ的に大変だったね。お金はね、めちゃくちゃ武器集めて売りまくった。まあ多分次の時代進化分は大丈夫なんじゃないかなと思ってるんやけどね。さあ、まず。まず、プラチナ系。120だから、まだ持ってるミスリーの方が強いんだね。あ、これやっぱ作れるやつ違うな。ちょっと違うね。羽が少ないグリフォンの翼だって。まあ、いろいろこう作れるんやね、羽はね。ニューがまず、あ、いや、もう作れるのか。高速できるんだって。大型も高速できると。アダマンタインインゴットが20って、もうそれないと作れないんだ。これが防具屋。あー。防具か。リネンウールめっちゃいるね。
数字の量産をしないといけないわ、やっぱ。羊毛がいるか、ここに来て。で、アダマンタイはね、ゲットしてるんだけど、プラチナ。まずプラチナ加工しよっか。で、またその間に見ていこっかね。とりあえず100個。防具はね、熟練の防具屋にならないと増えないんじゃない？ここもなんか増えてる感じは、一応増えてはいるけど。あ、配管。うわ、呼吸切り身とかがあれば、まあ、大礼が作れるって感じか。これ防具ワンチャン作れない？大極炎はあるけど、大礼がないね。お、懐かしのやつ。狐50匹いるんやね。かぼちゃくずとキャンプファイヤーがあればできますと。おお。馬の顔とかある。へえ。まあなんか知らないうちにちょっと増えてたね。ただ、まあ防具として作るってなった時に、寒さに耐えれるものがないっていう感じか。これさ、例えば、料理だよ、料理。料理で？ハイライチとか増えるんだけどね。最大値は増えるけど、対極炎みたいなのはなさそうだね。スープ系とかでできるかなと思ったけど、ないね。まあちょっと次回はそこら辺考えながらっていうところかな。プラチナとかね、揃ったけど、そんなに気にしなくてさそうだね。はい。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。まあ次回は次に氷、氷山だね、の方に行きたいなと思います。ということで、そうですね、他にもゲームの解説とかもしてますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。